皆さんこんにちは。本日のマッチはボルフスブルク対ガンバ大阪。はい、どうも坂翔吾です。ではウィレナクラブディビジョンやっていきます。実況ジョンカビラでお届けしてまいります。やばいやばい。北澤さんよろしくお願いします。どうもこんにちは。まあインザーギがいるんでね、ちょっと小林選手がいるのでちょっと警戒しながら。さあネイマール、強豪同士世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。あったかな。まあ、中央中央からデニス・スワレス、うーこれを止めて、よし、オッケーオッケー。来た来た、今のスライダーです。アルフレド・エンディアイ、よいしょ、上から行こうか。イニエスタ、ワンタッチでネイマール、あーネイマール、よし、こうスタコ抜いた。ここはオフサイドありません。ルーズボールになる。何今のはファール取らないか。今ガラスこれナイス、オッケーオッケー。とりあえず弾いてオッケー、いいよラモス。あぶない大阪、あー大きく立て、これは回避するでしょ。あー早かった、オッケーオッケー。そっからそっから、マチロドリゲスコントロールできるか。ここで受ける。さあカウンターを仕掛けます。抜けた、うわー逆だった、絶対ファーだった。枠には行きませんでしたけどもね。さあ俺あの時絶対さ上方向を押す癖があるね。あれちょっと我慢しよう。あれ上を押す癖あるわ。今日のゲーム両チームまずこの立ち上げは北澤さんどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事だと思うんですよね。アンチは入らん、スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですね。いや確実にファーだったな、さっきの。もったいない。デニス・スワレス、あーこれだよ、これいけるっしょ。オッケーで、ミエスタ戻そうか。あーなんでオフサイド、オフサイドスペース出ましたね。オフサイドか。ちょっと大阪に当てようか。大阪、あーこれ拾える、デニス・スワレス拾わないか。味方を走らせる、あーオフサイドね。うん出てましたかね。ネイマール行こう、ネイマール、あれね、ちょっと行き過ぎるところがあるね。これよし、落としてネイマールからワンタッチ、これをここで受ける、よし来た、おーこれを詰めろ、よし、オッケー。いやー先制ガンバで中央までね、オッケーオッケー。あーマークしてんねんけどな。オッケーオッケー、よし、ペニエスタ使って、まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。で走らせて、オッケーナイスワンタッチ、反応できるんですよね、見事ですね。止めて、あー引っかかったか。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。行くな行くな、1点先制しましたけど、キーパー戻そうか、はい、最悪危ない。なんでキーパー来た、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど、あの判断だよね。キーパー出るのいいけどさ、センターバックが競り勝てるなら逆にバックパスが危険になるんだな。これ取れるでしょ、いいよラモス。ワンタッチバット、イニエスタからネイマールかサイド、オッケー、スルーパスチャンス抜けた。あーこれは要注意ですね。フリーだ、オッケー、ナイス、オッケー。いやー追加点、いやーネイマールがパス早く出してくれるから助かるわ。やばいやばい、ラモスラモス、決めてきます。オッケーラモスいいよ。あーラモスダメだった、負けたわ。オッケーオッケー、ナイス。キーパーとの対決見事決めましたね。いやしっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。切って特に1対1はキーパーの中にプレッシャーとの勝負もありますからね。でネイマール、オッケー、あーネイマールですよ、不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、ネイマールですよ先生。さあガンバさらに1点を追加し2対0としています。ちょっと下げようか、またさらに追加点、下げ、1点目では、ああ下げるの失敗、オフサイド、
裏のスペースを狙う。キーパー。シュート。ナイスナイスナイス。オッケー。低く丁寧に打ち込んできました。ミリコインザーキ。前半最初のコーナーキック。フィジカル。これ勝とう。オッケー。クリアクリア。ああいいかな。大阪。大阪。まあいいや。ワンタッチ。ご勝負ですね。大阪。緩いフィード。ここ仕掛けてほしいですね。ここをかわしたチャンス来た。ネイマール。ナイス。今のジンプは必要かどうかわかんないけど、まあ決まったからいいや。オッケーオッケー。潰していこう。ガンバ。ああいらねえ。取れる。ああダメだった。フェイントを入れてからシュート。おおいいね。まだまだいいよ。相手を揺さぶってできたコースでしっかりと打ってきましたよね。これキーパー。シュートでしたね。オッケーナイス。もう大きく蹴ろう。さあガンバ、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。ナイスカイオ。あー惜しいね。フラフレだったら通ったかな。あんまりいかない。あんまりいかない。オッケーオッケー。狙いとしては最高ですよね。オッケー。でイニエスタ戻そう。イニエスタでもう一回イニエスタでムラエンジ走らせて、あとはもう競争。サイドのスペースカットです。ネイマール広い。いやー当たったか。前半終わりの拾ったまでは良かったけどね。前半だけで3ゴール。ガンバ大阪大きくリードして前半を終えています。しっかり守りながら、うん、まあ、攻撃してましたよね。どうしよう。3点はね、はい、数字以上に大きいと思いますよ。後半誰投入してくるんだろう。あ、インザギもう変えるんだ。スタートです。おお危ない。落として大森で、ああなんでイニエスタ下がった。イニエスタ中央。セルギオラモス。太田やってしまったな。これさあ一気にカウンター。抜けてくる。中央にパスする瞬間ナイス。オッケー完璧。よく守ったわ今。大森。ムアエンジ。大森。セルギオラモス。太田。大阪。スルーパスを出す。さあ来た。あーなんでだ。今先生は取れてなかったな。抜けてくる。味方を走らせる。サイドを使う。いいボールですね。旗は上がっていません。マイナスクロス。ツーゾーン。オッケー追加点。誰がゴールしたのかちょっとわからんけど、これバックパスだよね。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。でかいから大阪ってワンタッチ。ワンタッチが良かったな。さあ守ろう。サイドバック下げて。さあガンバ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。いいよ守れてる。これジャンプ。オッケーナイス。あこれ拾いたいね。スペースへ出す。おおすげえワンタッチきた。これは拾わないっしょ。さあ裏を狙っていきました。これ大きく蹴ろうか。合いません。縦を使います。流れを止めます。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ガンバとしては無理に行く必要はないんですよね、うん、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。なるほど。裏へのスルーパス。いいね。サイドバックの力もあるね。ラモスはやべ。裏に味方を走らせる。いいよラモス。ラモスいいわやっぱ。イニエスタ。やっぱまだレベル30だけど能力高いも持ってるわ。なになになに。ラモスバック。マノラスの左右か。ここも堅い守りでボールを奪います。チャンスだ。来た。抜けてくる。ルーズボール。オッケーオッケー。イニエスタ。さあ右へ預けて。あーいるな。ロングフィードで狙う。
いやー少しいい形になりかけたんですけどね。なんでバックパス読まれてたな。ここもしっかりディフェンスしました。いいよそれくらいの弾く方向で。いやーこれ守ろうか。おいいよ太田、ナイスワンタッチでネイマル。あー出したかった。ロングフィード、硬いディフェンス、ナイス。イニエスタスペースへ出す。これは来た来た、チャンスだ。来たぞ。ここじゃないんだよな。イニエスタ、イニエスタ今日の試合でアシストを記録しています。イニエスタ、はい、外ワンタッチ。うわワンタッチで外出せねえ。アルフレド・エンディアイエ、このパスを防ぎます。来ないか。ここも堅い守りでボールを奪います。なかなかボールがつかんない。外出そう。くっそー、全部相手にボックスが当たるな。あ、やばい。ここもしっかりディフェンスしました。アルフレド・エンディアイエ、縦にボールをつないでいきます。あー違うよ、ネイマールなんです。ここは自分で仕掛けます。全部相手に当たっちゃう。いやこれはやばい。あーこんな、なんでワンタッチで出さない。ガンバ大阪メンバーチェンジです。あーいい選択、いい選択。インザーギーね。ルーズボール、これなんだな。自分で行く、コース空いた。これはチャンスだ。まだいますよ。ネイマール、ここはカットします。ロングフィードで狙う。さあインザーギーが来たから、あとはもう前線にパスが行ったら、あとインザーギー1本。なんでこっち転がってくるんだ。ここはフラッグの判定です。僕らなんかもうあれだね、力技みたいなとかなんてね。てか気づいたらもう40、もうあと1分じゃん。シャカスルーパス、これで守れるでしょ。裏へ抜けた。ここは読んでいました。はい、そういう難しいパスが通ったけど、ここで受ける。はい、OK、試合終了4対0。よし、 OK、 ガンバ圧倒的な強さで勝利しました。いい感じだったね、久しぶりに。試合を振り返って一言お願いします。ガンバとしては、よし、ラモスがレベルが上がりましたね。いやいいね、ラモスが良かった。よし、これでなんとかちょっとずつ500に戻りつつはあるね。はい、ではあとでとりあえず連勝できましたので、昇格まであと勝ち点8ですね、積んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。